はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきたいと思います。はい、これね久しぶりに購入しました。 C ケージですね。まあ今回もコンプリート買いなんですけども、 C ケージご存知の方、まあ、いらっしゃいますかね。めちゃくちゃちっちゃいね、ね電車とか新幹線とかのね車両なんですが、今回は、江ノ電です。江ノ電でうちの息子もねちょっとねこの間回したんですけど、まあなかなかねちょっとねいい感じだったんで、さあさあさあそれではね今回ね全8種ね一気にね見ていきたいと思います。なんか今回のカプセル淡い色の感じですね。なんかねちょっと落ち着く感じ。さあではちょっとブックレット見てちょっとラインナップね確認していきましょう。よいしょ、結構カプセルがなんかソフトだ、これめっちゃ柔らかいね。おーいたいたいた。さあでは行きましょうか。めっちゃ可愛いな。はい、今回はですね改めて C ゲージですね、カプセルゲージ江ノ電編全8ですね。ボリュームはねもうね6番までなってますね。今まで山手線とかいろいろ出てきましたが6番目です。でスケールはね400分の1スケール、めちゃめちゃちっちゃい。で今回ね磁石内蔵新システムで C ゲージがついに走るということで、なんかねハンドルパーツがこうあってね、ちょっと走行が今回ね楽しみみたいなんで、そこがちょっとめちゃくちゃ楽しみなんですよね。でラインナップの内容的にはねこんな感じです。すべてあの江ノ電かな、線型の標準色ですね。このセットで500型の登場時のセットで、下は線型の急塗装に500型の更新時で、600型の標準に300型の標準で、600型の赤電に300型のチョコ電か。おーいいね、チョコ電もあるんだ。まあこんな感じのねラインナップになってて、でこの300型のこのねセットにはハンドルがねどうやらこうついてるみたいな形になってますね。さあさあそれではね、まあ非常に楽しみなんで、ではちょっと順番にねバーッと見ていきますか。まずね今開けたやつ、ちょっとこうカプセルのカラー的にはベージュっぽいカラーですね。さあさあそれではねちょっと見ていきたいと思いますが、またね可愛らしい、よしよし、ちょっと出しておきましょう。まず最初のこのセットは、何になるのかな、これは。はい、まずね、こちらがね、線型の急塗装のセットですね。まずね、ちょっとね、車両の方見ておきますが、はい、こんな感じになってます。まあ、側面のね、この窓とかドアは、これ、平面にプリント塗装になってますね。まあ、こんな感じになってて、非常にね、400分の1なんで、まあ、めちゃくちゃちっちゃいんですけども、まあ、ほんと雰囲気はよく出てるのかなと思いますね。顔とかね、ほんとね、しっかりできてますね。反対側はこうなってて、で、屋根の部分ね。はい、ここもね、結構細かい、こう、パンタグラフとかね、こうちゃんとついてて、うん、結構ね、屋根は見応えありますね。で、そこはね、はい、こんな感じです。一応ね、車輪はね、ついてないんですけども、これね、C ゲージはね、いつもこの銀のね、玉がね、こんな感じでついてますね。かなり小さな玉ですね。400分の1なんで、本当に、もう毎回思うけど、これちっちゃいな、これ。うん、すごい、面白い。で、このセットには、この2つでいいのかな、これ。なんかちょっと足らない気がするんですけど、連結パーツがなんかね、見当たらないんですけど、どこだろう。連結パーツはないね。なんか入ってんのかな？入ってないか。あれまあまあまあ、今ちょっと分かんないんで置いとこう。まあ一応これ中間レールと、あとこれね、エンドレールか。これがね入ってて、一応なんかここにこの連結パーツっていうのが書いてるんで、これ見当たらないんですけど、どこだろう。まあいいや。でこのレール同士がこんな感じでつなぐことができてと、でこの上にねしっかりと車両をね飾ることができると。まあ一応こんな感じのセットですね。うん、いいね。で結構ねスムーズにこうね走行させることもできます。これはね後でこうね動かすことができるみたいなんで、ちょっと楽しみですね。磁石パーツとかなんかいろいろこう組み合わせるみたいなんで、うん、どうなっていくんでしょうか。ということでまずね、一つ目、これ線型のね、急塗装セットでした。さあではね、どんどんね、走るあるんでね、見ていきたいと思います。さあではでは、どんどん適当にもう行きましょうか。続いてね、このね、ちょっと薄い緑色のカプセルですね。よいしょ。こちらから出てくるのは何かなと、なんでならではのカラーが見えましたが、これは何でしょうか。なんか、あ、いろいろついてる、これ。まずこれなんかレールね。レールに、で、紐があって、紐ですよ、これね。紐があって、あとなんかレールとかがありますね。これは何でしょう。一応直線レールなのかな、これ。普通の直線レールですね。で、これが、あ、磁石パーツだ、これが。おー、なるほど。で、あとは車両と。で、こちらね、二つ目の車両ね、600型の、これが標準色のセットですね。はい。出るとね、こんな感じになってます。まあ、作り的なところで言うと、先ほどのね、車両とね、同じような感じですね。まあ、側面とかは全部プリントでね、窓とかね、再現されてて。屋根もほんとパンタグラフとかね、細かくこう作られてますね。で、そこの車輪の部分は、まあ、こんな感じでね、玉がね、はめ込みになってます。で、さっきのちょっと磁石パーツ、ちょっとね、つけてみよう。こう、あ、これなんか外れかけてるから大丈夫かな。
ね、磁石パーツ2度なの。おお、結構しっかりパチッとくっつくのこれ。おお、すごい。へえ、どっち側で走行するんでしょうね。こっちになるのかな。あ、でもこっちはつかないから、多分この面を多分なんか仕込んでいくんでしょうね、後で組み立ててね。へえ、面白そう。でちょっとだけレールとかも組んでみると、はいはいはい、あ、こんな感じなんだね。おお、いいね、坂になりました。はい。まあ、ということで2つ目こちらね、600型の、標準色のねセットでした。さあ、ではではどんどん行きましょう。続いて黒色のカプセル、黒色の中からは何が出てくるのかな。よいしょ。さあさあさあ、何でしょうかと。お、これはチョコデンじゃないですか。かわいいですね。ってことこれがハンドル付きか。なるほどね、こういったハンドル系のパーツがおーついてて、どうやるんだろうこれ、後で組もう。で、直線レールとか、あとこれもハンドル系のパーツなのかな。で、あとは車両ですね。で、車体の方ネックレット見ておくとこんな感じですね。300型のチョコ電塗装セットになりますね。はい、このようになっておりまして、まあこちらもね、うん、可愛いですけども、非常にねよくできてるのかなとは思います。で、あとハンドルとかは後で全部開けてからねちょっと組み立てましょうかね。うん、後ほど走行の方を見ましょうね。いろいろこうパーツがね揃わないと、ね、完成しないみたいなんで。さあ、それではもう一気にいっちゃいましょうね。続いて4つ目、はい、黄色ですね。これが黄色のよいしょカプセルですが、これは何電だ何電だ、いや、エノ電ですけど、エノ電に変わりはないんですが、これが何型だこれは。よし、とりあえず出しましょうね。お、これはエンドパーツに直線レールですね。直線レールで、あと車両ですね。で、こちらね、4つ目登場しましたのが、これがね、線型の標準色のセットになりますね。はい、くれたね、こんな感じになってまーす。いいですね、こちらもね、こんな感じでしっかりと出てきてまーす。かっこいいですね、線型ね。うん。で、こちらも、一応ね、飾るような形にしておきましょうかね。連結して、と。で、この上に乗せておきましょう。うん、動きもスムーズですね。ということで4つ目、はい、線型のね標準色のセットでした。かっこいいですね。で、どんどん参りますが、続いてが5つ目、じゃあこのピンクのカプセルいきましょう。こちらからは何が出るんでしょうかと。よいしょ。お、あ、いいね、これも。これが600型の赤ですね。赤でね、よしよしよし。では行きましょう。こちらもスロープ坂かのレールになってて、あと紐とか磁石のパーツとかついてますね。ね、直線に磁石に紐かな。で、車両の方かと。はい、くるとね、こんな感じです。600型の赤電のセットになります。はい、こんな感じですね。まあ、こちらもね、もうもちろんね、しっかりできてますね。いいね、エノ電のこの感じがいいね、ほんとね。で、一応をレールの方ね、よいしょ、繋いで、お、なんか上がった。グニュンってなったね。とりあえずね、置いときましょう。なんか落ち着かないけど。ということで、こちらね、600型のね、家電のセットでした。後で調節します。はい。で、続いて、6個目かな。6個目は、じゃあこれいきましょう。はい、水色のカプセル。よし。8種類は結構ありますけどね。よいしょ。さあ、ではでは、こちらは何になるのかなと。よいしょ。さあ、まずレールですね。はい、こちらを出しまして、で、これは、あ、何型だ何型だ、はい、あ、これはね、500型の更新時のセットになりますね。はい、これでね、こんな感じになってます。いいですね、これもね、素敵な車両です。で、こちらのセットについてるのはエコのレールですね。直線とエンドレールなので、よいしょ、これもね、一応繋いでおきましょう。グッと。で、車両も飾っておくと。はい、こんな感じになりました。ということで、こちら、6個目ですね、500型のね更新時のセットでした。なんかこのレールのセットが一番なんか個人的にあのディスプレイをちょっと落ち着きますね。で、次、続いて7つ目、じゃあこの黄緑のカプセル、よいしょ。よし、これも何かなと、あ、ハンドルパーツがあるから、これが300型の、標準色ですね。さあ、では出してまいりましょう。直線とかハンドルパーツと、あとはとりあえず車両ですね。で、こちらね、車両の方ね、はい、300型のね標準色のセットになります。クレリットね、はい、こんな感じになりました。
で、まあ感想全部一緒になっちゃうんですけどね、こちらも結構本当にしっかりできてるな。屋根が本当に見応えありますよね、今回のこのね C ゲージで。ハンドルパーツは後でちょっと見てみたいと思います。ということで300型のね標準時のセットでした。でラストこちら8個目、これを見たらあとちょっとハンドルパーツかね組み立てましょう。さあでは最後あと何残ってたっけね、こちらがエンドレールがありまして、直線レールも入ってて、で車両の方がこれがあれですね、500型の登場時のセットですね。はい、ね、車体の方はねこんな感じです。いいね、この顔のこの形がなんかちょっと素敵ですね。で屋根はねはいこうなってて、こちらもしっかりとねできてますね。ちょっとピントがあったかな、はいこんな感じになってます。しっかりとできてますね、ほんとね。でレールの位置をつないで、多分後でこれ結局バラさないといけないと思うんですけども、よいしょ、飾りましょう。まあ、ということでこちらね8個目500型のね登場時のセットでした。さあさあそれではこれで8個ね全て出揃いましたので、ちょっと乱雑な置き方にはなってはしまってるんですが、まあ今回もなかなかね素敵な車両たちのセットになってます。いいですね、綺麗に並べると結構壮観だと思うんですけどね、ごめんなさい適当で。さあでは続いてね今回の目玉でもあるちょっとね走行のシステムをね作っていきたいと思いますんで、ではでは行きますか。あ、ちなみにね連結パーツってねこれらしいです。はい、ここに収納されてるらしいんですね、これ分かんなかったこれ。さあそれではねちょっと組んでいきますが、ハンドルパーツとかあと磁石のパーツですね、これに紐をちょっとね結んでやっていくみたいなんで、とりあえず何セットか絶対いりますよね今回ね。よいしょ、紐、紐を、なんか結び目を作ってここに挟み込むみたいなんで、作業的には結構細かい作業になるんだと思います。僕ができるのかどうかちょっと心配なんですけど、とりあえず結び目を作りましょうかね。すごいね、多分ね手法的にはアナログだと思うんですよ。いけるかな僕が作れるかどうか心配なんですけど、はい、結び目をよいしょ作ってと、でこれをここに引っ掛けるんですよ、ここにね。これはもう指先だけじゃちょっと不器用なんでどうにもならないんで、ピンセットね使っていこうかなと思いますが、ちょっと押し込んで、あらピンセットがピンセットが磁石にくっついて、これでいけたかな。引っ掛けるのめちゃくちゃむずいなこれ、僕はめっちゃ苦手よこういうの。うわ、磁石でくっつく、挟み込むって団子を何個か作って挟み込むってことかな。団子にします、団子をここに入れて、あ、そういうことかとりあえずグッと挟んどこう。で反対側も結び目ねちょっと作りまして、でこのハンドルパーツのこれね、ここにねちょっと挟み込むみたいですね、まあ、これはまあ簡単でしょう、結び目さえ作れたらね。はい、こんな形で挟んでおくと。でハンドルパーツ作っていきますが、まずこれちょっと分割して、ここにこれを置くんかな、これを置きまして、紐はここを通る感じですね、ここを通る感じですね。でもう一度カバーをして、でこれが巻き取りになるから、これをこうつける、はいはいはい、これで、あ、紐を引っ張ってねこう動かすような形ですね、多分ね、そうでしょう多分でこの作ったやつをとりあえず、このレールに仕込むわけですが、どうやったらいいんだろう、ちょっと待ってよ、ここに、あ、これを別に滑り込ませたらそれでいいのか、こうかこうか、あ、なるほどね、よしよしよし、とりあえず今ハンドルパーツ1個だけでやっちゃいますが、全部レール借りよう、よいしょ、こうしてねちょっと通してしまいましょうね、よし、でこれ同士は連結しておいて、で、あ、あと1本ぐらいいけそう、さあさあさあ行きますか。だからこれ結構なセットいりますよね、走行を楽しもうと思ったらね、うん、こっちのハンドルパーツにとりあえずこれをつけといて、結構大変っすねこれちょっとある程度巻き取っとこう、こう巻き取っといて、おーここにこれつけて、紐が挟まったらあれなので OK。でここまで来たら、じゃあちょっと走らせますかね、一応こう走る予定なんで、ではせっかくなんでちょっと線型いきますか、線型ね、線型走らせよう、線型どれだ、これか、これが多分磁石にパチッとくっつくはずなんで巻きます、はい
ちょっと背景があれなんですけど、いきますね、巻いていきますね。さあ走行するんでしょうか。江ノ電いきましょう。 C ゲージ発進。どうだ、巻いてますよ僕今。あ、こっちか。あれ、どっち巻きだったっけ、こうだったっけ、なんかおかしい詰まってんのこれあれ、ちょっと待って、あれでもいけてる。あーでも紐がなんか結構抵抗が今なんかすごかったな。ちょっとなんか外れる気がするんで、もう一回グッとしとこう。これでちょっともう大丈夫でしょう。頼ますよ。一応回転の方向だけこっち回しで巻き取るのを覚えておこうね。うん、これで OK なので、よし、これをもう一回、仕込みまして、レールが分割できたんですよ。よいしょ、ちょっと分割してこうしとこうか。こうして上から回出して繋いで、大変よし、これでもう大丈夫でしょ、ある程度巻いとこう。これでで巻き取りの方向さえ間違えなければ発進できるはず。一応磁石につけとこう。どこだどこだ、あ、これか、今パチって言った。よし、これで、まあ、お願い動いて江ノ電、どうだ走行するか。おお動いたちょっと待って、動いた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 すごい。あー、なんかでも楽しい、これ楽しい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 。えいよいいよいいよいいよ、おーこれちょっと待って、緩めたら、緩めると同時にこれ引っ張ったら大丈夫かな。磁石ちゃんと戻るかな、戻らない感があるな。あ、でも戻せるか、戻せる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 。本当は反対側にねちゃんとハンドルつけたらいいんでしょうけど、多分これでまた走行楽しめるでしょう。行きますよ、ちゃうわ、どっからパチッとならないか。あ、この辺になった、行け結構大変でも楽しい。まあということで、ハンドルパーツでねこう走行ね、まあ僕がちょっと不器用なだけであれだったんですけど、まあもしねこれね走行ね楽しもうと思う方は、ぜひねこうもうコンプ化した方が多分ね早いと思うんですけど、いろいろこう集めてね走行の方ね楽しんでみてください。はい、ということで、今回はちょっとすごい荒い終わり方になっちゃってますが、 C ゲージのね江ノ電、こちら全8種ね見ていきましょうか。さあいかがだったでしょうか。まあ車両はね、まあ本当にあのねこう屋根の部分とかねすごい細かくできてて、で外装はね平面にねこうプリントでねこう塗装にはなってくるんですが、まあ本当どれもねしっかりと雰囲気出ててね、すごくいい感じにね仕上がってたと思います。で気になるちょっと走行システムなんですが、まあこのサイズでどうやって走行するのかなとね思ってたんですけども、いやなかなか結構まあアナログっちゃアナログなんですけど、まあこれはこれでね本当すごいね楽しめるねシステムになってると思うんで、まあ、結び目の作り方とか僕ちょっとね不器用なんでちゃんとできてないかもしれませんが、もしね気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ揃えてね、こちら走行システムねちょっと、ね、楽しんでみてください。動くと楽しいです、はい非常に楽しいんで、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。まあということで、はい、今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどん増しますので、よろしくお願いします。あと Twitter やねインスタ、そして最近ではね LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。